アーマード・セイントはアメリカ合衆国出身のヘビメタルバンド。デビュー当初は活動拠点がグラムメタルの本場でありながら正当派の HR、HM サウンドを主体としていた。一度解散するものの2000年代に活動を再開。ロサンゼルスを拠点にデイブ・プリチャードとサンドバル兄弟でバンド活動を開始。1982年に ジョン・ブッシュとジョー・イベラが合流した5人のラインナップで結成。インディレーベルメタルブレードからリリースした EP が評価されてメジャーレーベルクリサリスと契約し、1984年にアルバムマーチ・オブ・ザ・セイントでメジャーデビューした。LA メタルを含む1980年代の HR、HM ムーブメントに乗り、コンスタントに リリースを重ねていたが、1987年発表のサードアルバム、レイジングフィアーを最後にクリサリストの契約を失い、古巣のメタルブレードに戻る。そして1990年、バンドの中軸であるプリチャードを白血病で亡くしてしまう。追悼の意味も込めた、ニューアルバムのセールスもかんばしくなく、1992年には追い打ちをかけるようにブッシュが、スラッシュメタルバンド、 アンスラックスに加入するため合体。音楽シーン自体も既存のムーブメントは収束しており、バンドは継続を断念して解散した。1999年、アンスラックスが一時活動休止中の合間にブッシュは当時フェイツ・ウォーニングに在籍していたベラと共同でアーマード・セインとの再結成を企画。かつてのメンバーが集結し、2000年に9年ぶりのアルバム レベレーションをリリース。これは短期間の活動のみにとどまり、またそれぞれ本業の道に戻っていった。2005年にアンスラックスは、1980年代前世紀のラインナップ復活を計画。その煽りで離脱せざるを得なかったブッシュは、再びアーマードセイント復帰を起とし、翌年にライブ活動で再始動をする。その後アルバムの制作も再開し、2010年に10年ぶりの アルバム、ララザをリリース。これまで一時的な再結成に過ぎなかったバンドは完全なる復活を遂げる。以降ライブなどを中心にコンスタントな活動を続けている。2016年秋に HR、HM フェス、ラウトパーク16出演のため初来日。バンド名、アーマード・セイントはアーサー・オーを描いた1981年の映画。 エクスカリバーからインスパイアされたものだと明かしており、実際に活動初期の頃は、鎧をイメージしたコスチュームをまといパフォーマンスをしていた。デザインは映画、マッドマックス2から影響されたとも述べている。サウンドは、正当派の HR、HM を主体としている。そのため、ビジュアルも重視するキャッチーなスタイルが多かった、LA メタルの本場出身でありながら、デビュー当初は異彩を放っていた。 プロデューサーを兼任するジョーイベラは、ヘアメタルが流行する以前の LA では、ノイズブーム的サウンドが主流だった。その頃から活動を始めており、すでにそのスタイルを確立していたからだと説明している。ありがとうございます。